六角箱のバタンさんの蓋を折ります。折り紙を半分に切ったものを6枚用意してください。今回も色を交互にしていこうと思いますので、2種類の折り紙を3つずつ合計6個用意してください。色のついている方を上にして折ります。横長に半分に折ります。一度開き、切った方の辺を手前にします。そしてこちら側の点がこの線上に来るように、そしてここの角が折れるように、こういう感じでこうはみ出さないように、ここでぴったり止まるように、そしてこの点がこの折り線の上に来る場所を少しずつずらして探し折ります。こうですね。そして一度裏返し、このように折ります。この辺がこの辺と合うようにこういう感じで折ります。そしてこれを一度開き、このように折ります。折ります。折りにくいので一度逆さまにします。この辺とこの辺が合うようにこのように折ってください。ここが随分細くなりますので丁寧に折ってください。そして裏返し、この斜めの線の終わりの部分合わせてこのようにまっすぐ折ります。まっすぐの目安はここの折り線と、あ、折りすつけた折り筋の線とこちらの折り筋がまっすぐになるように折ってください。で、一度開き、つけた折り線に合わせて折ります。で、一度開き、ここの頂点がここの折り線に合うようにこのように折ります。折りにくいのでまた逆さまにします。ここの頂点がここの線に合うように折ります。そしてこの形に置き、この上の方の線に合わせてこう折ります。で、次にこちらの辺とつけた折り線に合わせてこのように折ります。で、この形に置き、ここに合わせて、ここの白い部分のちょうど終わりのところに合わせてこう折るんですけども、折りやすいように一度これをこちらへ倒します。そして指で目印になるように押さえて折ります。広げます。で、最後にこの部分、この三角をこう折ります。折りにくいので逆さまにします。この白い部分の線を目安にこのように折り、折り筋をつけておいてください。これで一つのパーツが完成です。
これをあと5つ折り、全部で6つにしてください。つないでいきます。テープのりを使います。色を交互にこうつないでいきます。この部分をこちらの中へこのように入れていきます。で、抜けやすいのでテープのりで固定します。テープのりは少しで構いません。合わせていくときのポイントはこう折り曲げたところがまっすぐになるように合わせてください。最後は最初の部分のところにつなげてください。これですね、六角形が出来上がっています。上の部分をします。どこから折っていっても構いません。まず1番目を倒します。1番目の頂点はここです。そして左へ左へ折っていきます。2番目、3番目、4番目、4番目まではそのままパタンと倒してください。5番目は1番目に折ったところの下へ入れます。6番目、6番目も1番目の下へ入れます。このようになります。もう一度します。1番目そのままパタンと倒してください。で、左へ左へ行きます。2番目、3番目、4番目まではそのまま倒してください。5番目は1番目の下へこのように入れます。6番目も1番目の下にこのように入れます。この最後につけた折り筋があるんですけども、これをこの下の線の後ろ側へこのように入れていきます。こういう感じです。つけた折り筋に合わせてこちら側へ折ります。これを残りも同じように入れていってください。最後が折りにくいですけども、こうやって入れてください。形を整えます。これでパターン3の蓋の完成です。